はい、どうも皆さんこんにちは、たたパパです。で今日はですね、早速なんですけども、6月と、7月に、アビオットから、2台完全ワイヤレスイヤホンが、発売になりました。でお互い全部入りっていうスペックなんですけども、2台をですね、ものすごく簡単にちょっとレビューをして、何か皆さんのね、何かの参考になればいいかなと思って動画を残そうと思いました。なので早速始めていきましょう。レッツゴー。はい、それでは簡単に比較レビューをしたいと思います。まずはじめに、こちらがですね、6月30日に発売になったアビオットの D01 の T でございます。隣のこちらにありますのが、7月30日に発売になった、アビオットの T の D の 019 でございます。お値段はこちらが、約1万1000円とこちらが8000円になります。短いスパンでこう2台出てきたので、劇的な変化は多分ないだろうなとは思ってたんですけど、確かにその通りになりましたね。まず簡単に、全部入りなんでノイキャンとアンビエントなんですけども、ノイキャンはね、こう10段階で表したら、もう両方とも7点です。ハイエンドみたいに、がっつりとノイズをキャンセルすることはできないんですけども、いわゆる環境音、扇風機の音だとか、乾燥機の音だとか、エアコンのファンだとか、その辺のですね、生活音と、音域で言うと、中音域から下の部分ですね、中音域から下の部分はきれいにこう消えるんですけども、高音のさらにその高音寄りになるとちょっと喋り声が聞こえてくるとかっていうレベルですよね。でアンビエントの方も、こんなにね音がいいわけではない、両方ともやっぱり、10点満点中で表すと7点ぐらいかな。しっかり聞いてこう会話をっていうのにはちょっともうあと一歩かなっていう感じですかね。外音確かに取り込んでくれるんですけど、しっかりとこう機械を使って、処理しましたっていうのが、聞いてて分かっちゃったんで、この2つ、アンビエントは、7点とさせていただきます。あと、デザイン性なんですけども、こちらが、これはどちらか T になりますね。蓋はプラスチック、ボディの方は、マットな質感になっています。口のところにこう差しでね、ゴールドの千鳥が入っていて、高級感がある。あとはね、私赤が好きなんで、この発色の赤みがすごい好みで買ったんですけども、中もねこうイヤホンのね、縁をまたねこうゴールドが縁取っているんですけども、非常に、気に入っています。逆にですね、01の9の方ですね、9の方がこんな感じで、非常に軽いんですね。すごい耳につけるとものすごい軽いんですよ。だからね、つけてることをね本当に忘れちゃうの。動画でも残してあるんだけど、イヤホンはって言ったら自分の耳にくっついていて、ハハハハなんて言ってたんですけど、それくらいね本当に軽くって、かといってじゃあその分性能落ちたかっていうと、そんなことはないんですよね。なのでどちらのねデザインも、私赤が好きなので赤を買いましたけども、こちらもねこうゴールで縁取りがされていったりして、デザイン性に関しては僕はね両方とも9点を上げたいと思います。あとは音質なんですけども、これもほぼ同じ傾向で、バスが効いて結構低音がアタック感ある感じでくるんですけども、で高音も綺麗に抜けていくし、ボーカルの、低位感っていうのもしっかりしていて、本場はねそんな広い感じはしないんですけども、迫力のある臨場感っていうのはどちらも味わえます。
ということで、同じような性能であるにもかかわらず、それをコストカットでこちらの8000円に詰め込めたっていうことを考えると、当然コスパはこっちがいいんですけど、まあ、技術者がよく考えたなっていうところですね。お見事、あっぱれっていうところです。一番の違いがね、バッテリーなんですよ。こっちのね、01T の方は単体で、最高18時間かなの連続生成が可能なんですね。019の方は11時間ぐらいだったかな。どちらもね、一日中使おうと思えば使えるんですけども、圧倒的にこうスタミナがあるのが 01T の方になりまして、あとはね、音楽を聴くシーンによって、まあ、使い分けていただくってこともいいと思うんですよ。僕なんかみたいに2つ持ってて、 01T の方はですね、時々ね、寝るとき僕音楽聴くんですけども、その時使ってるんですね。耳にしっくりはまるんで、まあまあ起きたら耳から外れてるってのはよくあることなんですけども、バッテリーが18時間あるんで、そこからまたすぐ音楽聴けちゃうんですよ。それぐらいのポテンシャルがあるんで。で、こっちの方もこちらね、すごい作業しながらこう音楽を聴き流したい、こんながっつりじゃないんだけど BGM 代わりに使いたいよっていう時は、こちらの方がもうめちゃくちゃ軽いんですよ。1円玉より軽いのかな、確か。なので、そういう時にはこちらの019を使うといいんじゃないかなと思っています。まとめますと、音質ね、音質に関しては9点上げてもいいと思う。で、さらにコストパフォーマンスで言えば、こっちの019の方がよくとコストカットしてこの性能で出してくれたなっていう感じですかね。まあ、カラバリも結構あるんで、好きな色を選ばれるといいかなと思います。はい、それではまとめていきましょう。ささっと駆け抜けたので、まあ、さほどないんですけども、まあ、改めまして今日ご紹介させていただいたのが、こちらアビオットから出ている TE の D01T でございます。で、もう一つがですね、同じアビオットから出ている TE の D019 でございます。どちらもね、コスパは非常に優れてて、なおかつ性能を損なうことなくね、音質なんかも削ることなくうまい具合にチューニングされています。この2つね、まあ、僕は両方買いましたけど、どちらを おすすめするっていうふうに聞かれたら、僕はね、こっちのね 01T、こちらですね。やっぱりね、スタミナで圧倒的に強くて、まあ、充電回数も減るし、かといってその機能的に大事な部分が削られてるってこともないので、僕はこちらの 01T の方をおすすめします。で、019の方は約8000円と、まあ、1万1000円なんで、まあ3000円ぐらいか差があるんですけども、その3000円はね、019の高ですよね。とにかくイヤホンを軽く小さく取りまとめたっていうところの部分で、コストカットが可能になってるんじゃないかなと思います。ノイキャンアンビエント音質化はどちらもいいかことはないんで、どっちを選ばれてもご満足いただけると思います。コスパ、完全ワイヤレスイヤホンの比較レビューをさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。あとね、今日の動画良かったよっていう方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価をもういただけるだけでね、僕の動画投稿モチベーションがパキッと上がるんで、まあその辺も合わせてよろしくお願いします。というわけでですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。